キャスター角谷暁子の角が立つほど伺います。さあ、番組がプラス9サタデーになってセットも変わりましたけれども、ね、うん、角立は引き続きやっていきますので、ここは変わりません、ね、ここは変わります、はい、セットが広くなりましたね、すごく ねこの大画面すごく説明しやすくてね、今あの番組本番で使ってますけど、いいですね、はい、いいですよね、うん、このセットでもお届けしていきますのでよろしくお願いします。さあ、この番組はですね、毎週土曜日の朝9時30分から10時30分に7チャンネルの BS テレ東で放送しています。日経プラス9サタデーニュースの疑問の番組内でお伝えしきれなかったことをより深くお伝えしていこうというコンテンツです。ニュースの疑問の山川さん、今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。では早速ですが、今回のお題はこちらです。どうなる文政権、もうズバリということですね、うん、そしてもう大統領選挙の前哨戦とも言われる市長選で大敗を喫してしまった文政権ですが、今後についてこの方にお話を伺っていこうと思います。今回のゲストはこちらの方です。神戸大学教授の木村寛さんです。リモートでお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。木村さん、前回この配信に出ていただいたのは2019年、あの西野キャスターのもっと見たいニュースの疑問出ていただいて、うん、覚えてらっしゃいますか？はい、覚えてますよ、はい、その時ぶりで、1年半だったんです、調べたら、うん、1年半前でチョ・グクさんのことで揺れる韓国についてお伝えしていただいて、玉ねぎ男っていうね、はい、あだ名までついちゃった、ありましたよね、うん、でその時いろいろとまだ数年先ですがということで大統領選も少し占っていただいていたので、また1年半経ってどうなっているかというところもね、今日伺えたらと思っております。よろしくお願いします、はい、さあ、では私からの質問をフリップに書いてきましたので一つずつ出していきます。一つ目がこちらです。与党なぜ大敗、こちらもズバリということなんですが、一旦その選挙の内容を確認しておきます。こちらです。7日に行われたソウル、そして釜山市長選の結果ですけれども、どちらも保守野党が大差をつけて勝利したということなんですよね。詳しく見ていくと、ソウルは保守野党のオ・セフン氏が得票率 57.5% で勝利しました、うん、そして釜山も保守野党パク・ヒョンジュン氏が得票率 62.7% で勝利ということで、うん、そして今回この選挙の投票率もとても高かったということで、はい、うん、まあ、もう国民市民の関心が高かったんだなというのが伺い知れるんですけれども、まずは率直にこの選挙の結果を受けてどうご覧になっていますか？いや、もう惨敗中の惨敗ですよね、与党からすると、はい、少しだけ注釈をつけておくと、まあ、もちろん2017年の大統領選挙ではムン・ジェインさん勝ったわけですけども、はい、その後の選挙、例えば昨年の国会議員選挙も含めて与党はずっと圧勝してきたんですよね、はい、でその流れが、見事なまでに変わったっていうのがもう本当にどうかな、印象ですし、まあ、韓国の、まあ、与党にとってももう本当に大打撃、大衝撃ですよね。あ、ここまで大敗してしまったのってどうしてなんでしょうか？これはですね、世論調査とかを見るともう理由は明確なんですよ、はい、例えば韓国ギャラップっていう会社が毎週、世論調査結果を出してるんですけども、はい、その中でムン・ジェイン政権に対する批判のなんと 40% は不動産政策なんですね、はい、でちょっと我々からすると分かりにくいですよね、うん、不動産政策で一国の政治が揺らぐって、ね、一体何なんだっていう感じが推奨するわけですけど、はい、まあ、それぐらい本当に単一イシューで今回は決まったというふうに見ていいと思いますよ。うん、その不動産政策、詳しくここにも書いてありますけれども、出ますでしょうか、不動産問題。まず文政権の不動産対策が裏目に出て、ソウルのマンション平均価格が4年で 75% も上がって、なかなかちょっと実感が日本にいると感じられないですけれども、うん、はい、こんなとんでもないですよね。となるとソウル若者とか、うん、お家買おうと思っても買えないって、人生においてのいろんなプランが崩れてくるような話ですよね。でこういうのがある中で、土地住宅公社の職員23人による土地投機の疑い、まあ、これは新しい土地をじゃあ建設しましょうという計画のその発表前に、その土地を事前に買って
設けてしまったということですよね。こんな不満が溜まってる時に ずるいという話になります。ずるいですよ、ずるいと思ってしまいますよね、うん、でそんな中でまたムン大統領の指定疑惑というのもあったりとか、こういった不動産問題があるんですけれども、ここについてはこう取り沙汰されてるけども、はい、真偽のところはね、まだ分からない、なかなか疑惑ということですね。疑惑ですかね。で、うん、見ておきたいのが、あのムン政権の支持層、今回のまあ選挙の結果なんですけれども、見ておきましょう。年齢別で見てみますと、ムン・ジェイン大統領世代別の支持率、これまで若者がムン政権を支えてきたと言われていたんですが、まあ10代20代30代のあたりも赤、支持しないがもう5割を上回ってしまっているということなんですよね。まあこれも踏まえてなんですが、どうしてこういったその若者の気持ち、不動産問題だけではないと思うんです。ここまで来るとどんなところに原因があるんでしょうか。ですね、不動産問題って一個のシンボルなんですよ。うん、で、だから不動産価格が上がってるってこと、まあ、変なし、日本からすると不動産価格が上がってるからむしろいいじゃないかと、はあ、いうふうに思われたりもするわけですけども、はい、これっていうのは結局韓国の人からすると2つの問題、1つはやっぱ格差の拡大なんですね。不動産価格が上がってるっていうのは結局資産を持ってる人がの資産が上がっていて、で経済はコロナの下で当然停滞していますから、そうすると貧富の格差がどん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 拡大していく。で、もともとはパク・クネ政権からが弾劾されて、保守派から、まあ、進歩派、まあ、右派から左派に変わったわけですよね、はい、でそうすると韓国の若い人たち、いや30代それこそ家を買おうとするような人たちからすると、進歩派の政権になればもっと平等、人々が平等になるはずだというのを思っていた。でも実際はそうはならなかった。でそれに対するものすごい失望感、はい、仕事も増えないわけですね。でさらに、悪いことに、そこね、この話と不動産価格が上がって儲けるやつがいる、そしてその儲けるやつが実は政府関係者なんじゃないか。でもうその二重の裏切りに移っているわけですよ。そうですよね。要するに不動産価格を抑えて平等にしてくれると思っていた政権が、でしかもクリーンであるというふうな期待、この2つの期待でムン・ジェイン政権は成立したというふうに言ってもいいんですけども、この2つが共に裏切られた、はい、だから韓国人からするとそれは全部不動産価格、不動産問題っていう一つの問題に集約されて見えてるんですね。はあ、でその例えば、1年半前ですか、チョ・グクさんの問題も同じですよね。チョ・グクさんの問題も結局進歩派のエリートがいてクリーンだと思っていたら、なんだ自分で金儲けしていて、はあ、子供の大学の入試までごまかすんだっていう失望感がもともとあったわけじゃないですか。それが1年半の間に大きく広がって選挙結果に出たっていうことですよね。その韓国の若者の中でも人生それぞれのタイミングで就職したりだとかお家を買ったりだとか、そういったところがこのムン政権の政策が少し裏目に出てしまって裏切られたと感じられている部分もあるんですか。うん、ムン政権、まあ、裏目に出たっていうよりも、まあ、もちろん例えば最低賃金を引き上げたことによって所得が減った職が減ったって問題、具体的な問題あるんですけども、はい、それよりも有効な施策を打てなかった。あ、だから韓国人たちの話をすると、うん、何もやってくれなかったって言いますよね、20代の人たちは。そう感じてるということですね。そうです。イ・ミョンバク政権、パク・クネ政権とずっと格差が拡大してきて、これを止めてくれると思ってたわけです、はい、でそうしたら止めるところが加速させてしまった。あ、でそうすると彼らから見えてると保守も進歩も一緒だろうということになるんですね。だから先ほどの20代の人たちが、ムン・ジェインさんなり、与党に対する支持から離れてるっていうグラフがありましたよね、はい、じゃああれが野党の支持にいってるかってそうじゃないんですよ。この20代の圧倒的多数は支持層なしになってるんですね、今韓国では。そうなんですね。だから怒ってるのは政治に対する絶望ですよね、20代の人たちが怒ってる。木村さん、ズバリ聞きたいんですけどね、ムンさん自身というのは本質的に本性としてクリーンじゃない人なんですか。どうなんでしょうね、グリーンかどうなのかっていうことは、さておきですけども、やっぱり彼もまあ、ノムヒョンさんもちょっとそういうところあったんですけど、弁護士やっていて、である意味ではエスタブリッシュメントの一員ですよね。のでもっと韓国のエスタブリッシュメントの中で、しかも今の僕よりも年上の60代70代の人たちが生きてきた時代を考えれば、やっぱり多少の不正があって当たり前の中で生きてきたわけですよね。でその中で
まあ、ムン・ジェインさん自身がどの程度まで、自分や自分の部下たちを律することができたのかっていうふうに言われれば、うん、若者が期待しているほどクリーンではなかった。っていう方はやっぱできるんだと思います。だからムン・ジェインさん自身というよりは、ムン・ジェインさんが求めるクリーンさがやっぱ基準ですよね。ただそのパククネさんのことがあった後の大統領で、もう国民がフェアを求めているっていうのは分かってなってると思うんですよね。どうしてこうなってしまったんですかね。うん、本編の方でも申し訳ないんですけども、やっぱ気の緩みなんですよね。で、やっぱ与党、まあ大、まあ、もうとにかく連戦連勝だったわけです。はい、で、選挙では。で、もう野党に関して大きな支持率を離して、で、引き離して、で、与党関係者はもう20年、30年執権するんだと。これから自分たちの天下が来るんだっていうのを、まあ、オッペアに言っちゃうような状態だったんですね。で、そうすると、まあ、変な話ですけど、まあ、野党側も追及できないだろうと。思ってたでしょうし、まあ、みんながみんなもちろんそうじゃないですけども、中には、やっぱり、今まで保守派の連中が美味しい思いをしたんだから、今度は自分たちの番だ。っていうことを考えたっていう、やっぱ風潮はやっぱりあるんだろうと思います。はい、その中で、先ほど申し上げた通り、韓国ではどん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 と、クリーンさの基準が変わっていってるんですよ。そうすると、逆に世代差の問題で、昔と同じやり方。例えば、まあ、パクネ政権、ミョンバク政権、さらには軍事政権期と同じようなやり方をすると、それは全部アウトですよね。はい、うん。で、それをだからやっぱりやっちゃう人たちが、やっぱりいる。左派の中にもいる。で、もっとそういった、行為をやっぱり許容しているような雰囲気が政権の中にあった。っていうのが、まあ、不動産をめぐる、疑惑なんかにつながっていってるんだろうと思います。うん、はい、でとなると気になるのは、じゃあこの先の韓国の政治どうなっていくのかということなんですけれども、来年には韓国の大統領選挙控えていますよね。ちょっと気が早いんですが、その大統領選挙、ムン・ジェイン氏の後誰が有力なのか、まだ正式には決まってないですけれども、候補をこちら挙げてみました。こちらの皆さんなんですが、まずは与党ですね、革新系与党の中で共に民主党、ずっと有力だと言われていて、うん、前回の動画でも話が出ていましたけど、イ・ナギョン氏は今支持率、今回の選挙を受けて 7% ということですね。そしてイ・ジェミョン氏、イム・ジョンソク氏など名前が挙がっています。そして、うん、まあ、保守は国民の力の前国会議員だったナ・ギョンウォン氏ですとか、これはまだ選挙の結果を受ける前ですかね。受ける前の支持率ですね、ですね、失礼しました、うん。で、中道保守のユン・ソキョル氏などいますけれども、ズバリ伺います、どなたが有力だと今の時点でご覧になってますか。まあ、それほとんど嫌がらせだと思うんですけど研究者にとって次の大統領は誰になるんですかっていうような話っていうのを聞かれて、木村さん、この後動画で流されるこの配信のタイトルは、はい、角が立つほど伺いますという。そうなんです。そうですね。はい、なんですね。だからまあ、一つ目、やっぱり大統領選挙って、日本ではなかなかやっぱり分かりにくいんだろうと思うんですけど、アメリカでも韓国でも大統領選挙じゃないですか。うん、で、大統領選挙って結局人を選ぶ選挙なんですよね。はい、そうすると、そのある、例えば候補者にスキャンダルが起こったり、うん、あるいは何かの形でブームが起こったりすると、一気にこう雰囲気変わっちゃうわけですよ。アメリカだとトランプさんが当選した選挙がやっぱりそうでしたよね。うん、で、そういう意味では、本当に分かんないっていうのが率直なところなんですけど、ただ一つ、明確に言えるだろうなと思うのは、はい、与党の方に関しては、うん、ムン・ジェインに近い人たちはこれでものすごく厳しくなった。あ、だからここで4人上がっているわけですけど、まあ、イム・ジョンソクは絶対にアウトですよね。はい、大統領、選挙、まあ、絶対にアウトとか言っちゃいけないのか、変な話、大統領、ムン・ジェイン政権下での秘書室長をしてるっていうのは、まあ、中心中の中心ですから、まあ、普通に考えて厳しいですね。ジョン・セキムさんもイ・ナギョンさんも国務総理ですから、でしたから厳しいですよ。そうすると距離を置いているイ・ジェミョンさんが有利だっていうのは明らかに言えるんだろうと思います。だからここから先は結局ムン・ジェイン政権の支持率が下がり、ムン・ジェインさん、ムン・ジェイン政権からいかにしてみんなその船から降りるのか、上手に。沈んでいく船っていうゲームになりますから、まあ、船の真ん中にいる人が厳しくって、最初逃げれた人が少なくとも最初の半年間を有利に走るという展開になるでしょうね。はい、私ちょっと気持ちが先走りすぎてこれを出していなかったです。次の大統領はという2つ目の質問を今伺っておりますけれども。はい、それでそうすると野党の方っていうのはこのユン・ソクヨルさんに一本化されそうなんですか。
そこが一番の問題なんですよね。ユン・ソクルさん自身が出るかどうかを決断するのも、彼自身の意向もあれば、同時に野党側がまとまれるかどうか、野党がまとまれれば候補出やすいですよね。だけども、まとまらなければわざわざ負けるために大統領選挙に出るのはナンセンスですから、出ないという展開になるんでしょう。で、このユン・ソクルさんに関してのやっぱり最大の、ポイントは、パクネさんの弾劾を捜査した、検察官だ、ということなんですよね。ので、与党側が変なし、ユン・ソクルさんを大統領の候補者に担ぐ、ということは、パクネ弾劾を認める。みんなで認める。ということ。ある意味では、今、まさに、韓国の中にいる、パクネさんを見捨てると、ということを意味するんですね。で、それが果たして、与党の、野党の政治家たちがそこまで踏み切れるのか、さらにはやっぱりパクネさん大統領に選ばれたぐらいの人ですから、野党の支持層にはやっぱ一定の人気があるんですよね。あ、そうなんですね。で、そうすると、彼女を切り捨てて、野党の中での整理ができるのか。だから変な話ですけど、与党も野党も持ってる課題は同じなんですよ。今、もしくは前の大統領といかにして縁を切るか。上手に縁を切れれば、ユン・ソギョルとイ・ジェミョンが勝つでしょうね。勝つ、このままだとね。どうしても勝つためには、もうユン・ソギョルさんしかないってなった時は、やっぱりそれなりにはまとまると、背に腹は変えられないという判断になっていくのかなとも感じるんですけど。切り捨てるっていう言い方になるんでしょうね。野党の中の主流派っていうのを切り捨てて、ユン・ソギョルを選ぶと。ただその時に、ナ・ギョンウォンであるとか、例えばソウル市長選挙にも立候補しようとしたアン・チョルスといった、変なし、大統領を狙ってる人たちは当然いるわけですから、そういった、他の候補者が立たないようにするように、いかにしてこう、コントロールできるのかっていうのはまた別の問題になってくると思います。そういったユン・ソギョルさんっていうのは本当に爆弾で、韓国の政界そのものを爆破しかねえがないぐらいの、勢いを持った人ではあるんだろう。先ほど木村さんがおっしゃったように、まさかそこまで自分追及されることないだろうと油断があったとおっしゃった、まさにそれを追及した本人ですよね、ユン・ソギョルさんがね。そうですね。ただ、ユン・ソギョルが立つと今度は、与党側も結束すると思いますよ。で、仮にその、この2人になった場合ですね、今支持率 23% 同士になってますが、仮にこの2人の対決になった場合というのはどっちが強いですか？難しいですね。大統領選挙の特性を考えれば、弁が立つイ・ジェミョンは強いんじゃないですかね。結局韓国はアメリカと同じく韓国も大統領選挙ですから、候補者討論会なんかを、2017年であれば、6回ですかね、12時間分、展開したわけですよ。でその中でやっぱり支持率って動いていくんですね。でユン・ソギョルさんに関してのやっぱ未知数な部分っていうのは、やっぱ彼は検察官じゃないですか、はい、ある意味官僚ですよね。で政治家としてやっぱ国民に対してメッセージを、自分のパフォーマンスではなくって、言葉でメッセージを伝える能力がどの程度あるのか、その点に関してはイ・ジェミョンに関しては韓国のトランプと言われるぐらいですから、はい、やりかのトランプですね。で、って言われるぐらいですから、その辺の部分はもう折り紙付きなわけですよ。でそれに対してユン・ソギョルがさあどういうふうにして論戦を仕掛けていくのか、誰が、もう変なし、やっぱ参謀が必要ですよね、大統領選挙には。でそういう意味ではやっぱある程度準備ができてるイ・ジェミョン。で一つだけ言っておくと、イ・ジェミョンには、はい、看板の政策があるんですよね。はい。で、それは、韓国で基本所得っていうんですけど、ミニマムインカムですね。ベーシックインカムです。はい、で、要するに、今まで、要するに、韓国の問題って結局経済政策が一番大きな問題じゃないですか。で、パクネさんの時代には、こう、投資をしていく。公共投資をしていくってことがポイントだった。で、ムンジェインさんは失敗したけど、最低賃金を上げているんですね。はい、で、イ・ジェミョンさんは、市長から今知事をやってるんですけど、看板政策っていうのが、ベーシックインカムっていう、住民に一定の所得を保障して、それによって経済を引き上げていくっていう看板政策をずっと持っています。で、そうすると、この看板政策を持っているイ・ジェミョンの、政策も問われますし、これに対して野党側が、やっぱり経済政策に対して何も出せないと、
大統領選挙には負けますよね。でこの辺のところがあの見どころになっていくんだろうと思います。そういう意味でやっぱりイ・ジェミョン中心で、議論が動いていくっていうのはやっぱり、ある程度最初の段階では避けられないでしょうね。イ・ジェミョンさんには何か考えられる弱みみたいなものはないんですか？彼の最大の弱みですか？はい、味方がいない。あ、一匹狼なので、もう変な話か、変な話、もう彼が一人が浮かび上がって、周囲の人たちっていうのはなんかこう全部霞んじゃうような類の人なんですね。だからトランプって言われてるわけですよ。だからこそ逆に言うとイ・ジェミョンが一旦何かしらのスキャンダルが例えば発覚して、全くないわけじゃないんですけど発覚して叩かれ始めた時には誰も守ってくれないかもしれないですね。なるほど。ちょっと時間があれなんですけどもうちょっと伺いたいんですけど、今回の選挙の結果も野党が勝ったのではなくて与党が負けたって言われてるぐらいそのムン政権への、嫌だなと思ってる感情が結果に出たと思うんですけれども野党そのものへの支持みたいなものってのは韓国の中でどれぐらい強いんですか？先ほど20代の人たちがムンジェイン政権から離れて野党の方に行かずに、支持なし層になっているという話をしましたよね。で今回のソウル市長選挙なんかでもよく言われるのは与党にお灸を据えるんだっていう表現なんですよ。叱責っていう言葉がありますもんね。現状野党そのものは、保守政党そのものは依然としてパク・クネ政権の後のいろんな意味で先ほど言った経済政策例えばどうするんだ、で中国との関係考えてみたらパクネ政権ですよね。中国に対して接近政策を取ったのは。で、それどうすんだって問題、何も解決してないんですよ。で、そういう意味では、変な話ですが、与党がミスをして、結果として野党にボールは回ってきたんですけど、で、そっからどう政策を作るのか、もっと候補者は誰にするのか。ということも含めて、まだ何にも決まっていない。なるほど。ですね。で多分韓国メディアもこっから今度は野党を叩き始めるでしょう。でそうすると本当に大統領選挙のキックオフまだキックオフですよ。でこっからどういうふうに、ゲームプランを立てていくのかによって、まだまだ状況大きく変わっていくと思います、では最後の質問なんですがこちらです。韓国は米中どっちにつく、という質問です。もうこちらズバリ伺いたいんですが、韓国安全保障ではアメリカそして経済では中国に依存していると言っていいと思います。今後どういうふうな姿勢を取っていくんでしょうか？これは進歩派が、なっても保守派になっても、ちょっと長期的なお話に、しておきますけども米中対立そのものから距離を置くというのが、誰が大統領になっても基本戦略になっていくだろうと思います。安全保障政策安全保障面に関しては、在韓米軍はずっと居続けるでしょうから、同盟を維持すると、だけども中国の、との経済関係は悪く、したくないので例えば日本は米中対立があると、ある意味これまで積極的に発言してきましたよね、で積極的に役割も得ようとしてきた、で韓国はそれに対して極力待つ、で、という戦略をやっぱ取っていくのは合理的だろうと思いますし韓国にとって、で、その空間っていうのは狙っていくんだろうと思いますね。だから例えば、バイデン政権が北京オリンピックに対して、ボイコットをするなんてことを言い始めてるわけですけど、韓国がずっとおそらく考えるのはじゃあボイコットしない国はどこにいるんだっていうのをずっと見てですね、例えばモスクワ五輪の時でもイギリスは参加したんですよね、でそうするとじゃあフランスが参加するならうちも参加させてもらいますっていう形の選択をしていくんだろうと思います。じゃあこういうタイミングで大変な外交っていうのを求めていくんじゃないですか。中国がスルスルと韓国に近づいていくかもしれないということですか？中国がスルスルと近づいていくと逃げるんだと思うんです。こちらの影響に入るのも嫌ですから。なるほど。結局韓国にとっての最大の目標っていうのは自立なんですよね。でどちらかの影響力に入るっていうのはもう歴史の話になってしまいますけど結局、明治の頃にはですね日本を選ぶのかロシアを選ぶのか中国を選ぶのかというような外交をやって、結果日本が全部勝っちゃった結果として植民地になったわけですよね。でその植民地支配に関して、アメリカもイギリスもロシアもみんな承認しちゃうとかあったわけです。でそうするとそういった国際社会から距離を置きたいっていうのは、北朝鮮がまさにそれをやっているわけですけど韓国の人たちにやっぱりあるんです。
ですからやっぱ最終的なもんあの目的っていうのは誰がやっても自立っていうことになっていきますし、そのために国力をつけているっていうのが韓国の、まあ、中長期的な展開になっていくんじゃないですかね。それができるかどうかはまた別ですけどね。もう一つ気になるのが北朝鮮、先ほどオリンピックの話出ましたけれども、北朝鮮のオリンピックに関する動きですね。東京オリンピック不参加を党議決定したというのをウェブサイトに載せているんです。でこれに対して韓国は東京オリンピックが平和のオリンピックとして開催されるよう外交努力をするということを大統領府が発しています。これは北朝鮮が東京オリンピックに参加するように韓国が説得してくれるのではないかという見方もありますけれども、まあ、今ムン・ジェイン政権ですよねにとってはこれどう受け止めているんですかね。政権にとってはこのタイミングでやめてくれっていうのが一番のところだと思います。ムン・ジェイン政権にとってみても残る時間が短いんですよね、はい。でそれでしかも新型コロナの、状況ですから、例えば首脳外交のようなものが展開できる場っていうのはもうほとんどない。でそういう意味では東京五輪っていうのはうまいこと開かれて、でかつそこに世界の要人が開会式に来るようであれば、まあ、文政権にとって数少ない首脳外交、まあ、首脳外交でなくても北朝鮮から要人がやってきて、それに対してアメリカ側と話をする、韓国側と話をする場ができれば、もうそれだけでも大きな、ポイントになる場だったんですね。だけどもそこに突然北朝鮮が行かないよっていうふうに言われていったので、そうすると彼らからすると外交の場所を失ってしまった感じになっているんだろうと思います。でただじゃあ韓国がそれに対して何かできるかっていうと、はい、まあ、今北朝鮮金正恩政権文在寅政権に対して非常に批判的ですから、実際問題として取っかかりは何もないのが正直なところなんじゃないですかね。外交努力をするというのがありますけれども、それが実るとは考えづらいですか。うん、だから努力をするって言っても何をするんだっていう感じですよね。だからもちろんインターネットを通じたりスポークスマンが発言をして北朝鮮に参加してほしいっていうことは言うでしょう。だけどだから北朝鮮がうんっていうわけじゃないですよね。でそういう意味ではやっぱり米朝の間の対話が途切れて、でその中で文在寅政権がポジション取りを失って、はい、で北朝鮮から一方的に叩かれるっていう状況はここでもやっぱり大きな、影響を及ぼしている、まあ、要するに文在寅政権に、打つ手がないままこの政権は北朝鮮との関係を終えようとしているってことの端的な表れなんじゃないかと。木村さん、ギリギリ任期最後なんですけども、もう東京オリンピックダメなら北京があると思って北京で北朝鮮もう南北がこの融和の姿を見せるっていうところにもう頭切り替えたりはしないんですか。中国もそれを秋波を送ってるっていうのはそういう展開はありえないですか。どうなんですかね。ムン・ジェイン政権の首脳部は考えるでしょうね。東京ではなくても、北京であっても、もうそういうこと金正恩ともう一回握手をしたいっていう展開ですから、それに越したことはないでしょうけれども、はい、まあ、大統領選挙の直前に人気のない大統領に大パフォーマンスをしてもらうっていうのは与党からしてもしてみてもあまりありがたいことではないので、みんなで羽交い締めして止めるようなになるんじゃないですかね。まあ、それぐらいやっぱり韓国の今回 のソウルでの敗北によっての大統領の求心力の低下っていうのはこれから先外交政策にも大きな影響を及ぼしていくことになるんだろうと思います。外交政策というと最後に日韓関係ももちろん気になりますよね。ちょっと確認しておきたいのがこちらです。日韓関係に関わる今後の主な予定、いろいろとありますけれども、オリンピックもあります。東京オリンピック、その後に北京オリンピックとありますけれども、ムン・ジェイン政権残り1年ということで、今回の選挙の結果を受けてムン・ジェインさんがコメントを出して叱責を受け止めて低い姿勢で国政に臨むと言っていますよね。なんか姿勢の低さとかよりもその実行、何を実行するのかというところが気になるんですけれども、こういった外交も含めてどうご覧になってますか。まずムン・ジェイン政権にとって対立政策の優先順位は極めて低いですよね。でよく韓国の話になってくると、支持率が下がると、韓国の政治家っていうのは対日政策を、対日感情を煽って支持率を上げようとするんだっていうんですけど、
まあ、それってちょっと昔の話なんですよね。思い出していただいたらいいと思うの、パク・クネさんはそんなことしなかったですよね。もっと大窮地だったはずじゃないですか、はい、だけど対日政策に関しては大きな、ギャンブルをしなかった。でその後の大統領選挙でも日本との政策は何の議論にもならなかったわけ で、でそういう意味ではこの段階で、日本との対立を煽るっていうようなことは彼らには、する必要もないし、する必要もないし、まあ、さらにアメリカが日韓の融和を求めている以上、バイデン政権の協力なしに先ほどの北京だろうと東京だろうと、はい、北朝鮮との対話はできないわけですから、その状態で日本に対して強硬な施策を取るってことは難しいでしょうね。でただ2つあって、はい、1つは大統領選挙が行われますから、選挙の中で各候補者が特に支持率の低い候補者が単に目立つため のためのために単に政策に関して、述べていくということは、まあ、あるだろうなというふうに思いますね。でもう一つはそうですね、結局ね、起こっていくのはムン・ジェイン政権がコントロールする能力を失っていくってことなんです、でそうするとこの政権の下での日韓関係の大きな妥協、はい、例えば、2015年の慰安婦合意に匹敵するような妥協は、多分もう無理でしょうね。そういう中途半端なことをするんじゃないというふうに、それこそ、与党の 中から、もうちょっとおとなしくしておいてくださいという、プレッシャーがかかってくることになるだろうと。まあ、そういう意味では日韓関係停滞したまま、まあ、2022年3月の、5月ですね、の、大統領の、任期切れまで続いていくんじゃないですかね。じゃあ大きな解決というのは次の政権に引き継がれるということですかね、はい、いや本日たくさんお話伺いました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。日経プラス9サタデーニュースの疑問は BS テレ東で毎週土曜日朝9時30分から放送中です。ぜひご覧ください。そしてツイッターやフェイスブックで皆さんからの疑問や取り上げてほしい話題なども募集しておりますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。ということで今回のキャスター門谷明子の門が立つほど伺いますはここまでです。ありがとうございました。